こんにちは、ロジューラ TV です。今回はですね、2つ大切なお知らせがありまして動画を撮ってるんですけども、まず1つですね、ロジューラ TV オリジナル LINE スタンプ発売になりました。全部で16種類のスタンプ作りまして、 LINE のスタンプのストアでロジューラ TV で検索していただいたら出てくると思います。スタンプの特徴はですね、比較的食事に行く方がよく使うような、予約完了とかですね、いいお店発見とか、そういうような内容のスタンプにちょっと特化してます。概要欄にもね URL 貼っておきますので、ぜひねご購入お願いいたします。これが1点。もう一つがですね、 KBS 京都でやっているキラキンっていうですね、金曜日のお昼12時53分から、2時25分までやってる情報番組ですね。勝見さゆりさんが司会なんですけど、そこでですね、ロジューラ TV というか、京都速報ですねと、コラボのコーナーができることになりました。これはですね、京都グルメ速報というコーナーになるんですけど、うちがですね気になった新店情報を KBS 京都さんの方に投げて、で一緒にですね、お店の調整をして、で月に多分不定期なんですけど 1,2 回ぐらいのペースで新店をですね、 KBS 京都の新人アナの、佐藤アナウンサーが、突撃してリポートしてくれるというコーナーになります。ロジューラ TV 結構、私がねメインで出てるんで男性寄りのね切り口なんですけど、女性のねアナウンサーさんなので、女性向けの割と可愛いお店とかがね登場すると思うんですけど、ぜひね京都グルメ速報毎週金曜日ねチェックしていただけたらと思います。はい、ということで、今回2点ですね、ロジューラ TV からのお知らせでした。引き続きね、ロジューラ TV の方もよろしくお願いします。では。